こんばんは、スターひろじです。今日はですね、日曜日に石田釣りに行くんでまたカニを取りに来たんですけど、ちょっとついでに釣りをやってみようと思います。で、ワームですね。ワームに、飛ばし打ちがついてますね。この仕掛けでやってみたいと思います。メインはカニ取りなんですけど、ちょっとだけ釣りやってみます。もう潮が引いてカニも取れそうですけど、ちょっと釣りやります。わっ、もうカニいる、カニいる、またカニいた、カニいた。カニを取ります。メインはカニ取りなんで、カニがいつもタケット、タケット。わっ、すげえカニ。から電気を消していきますか。よっ。いや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 。よし、やってみましょう。はい、はい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 、あー、なんかハットヒットだ。来ました、なんか来ましたよ。なんだ、正体は。なんだこりゃ、なんでしょう、何これ、なんだこの魚は。うわー、何こういうの釣れちゃうんだ。なんだこれ、ちょっと写真だけ撮ります。はい、初めて見たこと、さっきはなんだ、メバルかと思ったのにな。出します。ほい、いやー、花が、はい、50センチぐらいですね。おお、なんか釣れましたね。メバルだと思ったのにな。はい、それではカニを取りましょう。最後まで海に照らしてみよう。こんな感じです。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。めっちゃいそうだけどな。多分、表層、今メバル狙える表層なんですけど、ジグヘッドで拭き取って沈めてやると、カサゴとか
ソイとかは釣れると思うんですね。なんかそんな気がします。もうメバル狙いで表層狙いなんで、もう浮きでやってるんですけど、まあそれはしょうがないです。ではカニを取って帰りましょう。手袋しないとかじられるんで。はい、それではカニを取っていきましょう。こっちがいいね、こっちだね、ほい。でかいぞ。これはでかいですね。はい、今日の収穫です。カニがこれぐらい取れました。日曜日の石田釣りの餌にしたいと思います。結構でかいのもいましたね。これなんかすげーでっけー、これこれでかそれでは今日はこの辺で帰りたいと思います。お疲れさんでした。